マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤すみかです。今回は簡単リンゴ酢ダイエットについてお話しします。あなたはリンゴ酢って本当にダイエット効果があるの？とかね、またはリンゴ酢飲んでいたけど最近飽きてやめてしまったとかね、こんなことないですか？そこでこの動画ではリンゴ酢のダイエット効果と美味しく続けられるコツがわかるんですね。もしあなたがリンゴ酢でダイエットを成功させたいと思っているようであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。この動画の内容はこちらです。1、リンゴ酢のダイエット効果。2、リンゴ酢ダイエットの簡単レシピについてお伝えしていきます。リンゴ酢のダイエット効果ってこんなにいっぱいあるんですよ。例えば脂肪をどんどん燃やしてくれて代謝が上がって結果脂肪がつきにくくなったり、また太るもと血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれるんですよね。そしてたくさんあるお酢の中でもこのリンゴ酢がダイエット向きなんです。その理由はここ、酢酸の働きが一番強いので、結果腸がですねとっても元気に動いてくれる、きっかけになるんですよ。そうするとお腹の大掃除ができて、もう中からいらないものがデトックスできます。そのことで、痩せるということになるんですよね。そして嬉しいのは、ね、食欲も抑えてくれたり、またむくみも改善してくれますから、このリンゴ酢が持つダイエット効果ね、使わないではないですよね。ここからは2つ目の項目です。簡単にできるリンゴ酢ダイエットのレシピということで、こちらです。リンゴ酢サイダーの作り方になります。材料1人分です。リンゴ酢大さじ1、無添加のジャムを大さじ1、お湯を大さじ1、そして無糖の無添加の炭酸水を 150ml 準備してくださいね。今回私が使ったのはこちら、ミツカンさんから出ている純リンゴ酢といって完全無添加のリンゴ酢になります。原材料名がですね、リンゴ果汁 100% のみ、このたった一つの材料でできている、完全無添加のリンゴ酢を使いました。そして今までですね、いろいろとリンゴ酢レシピご紹介してるんですけれども、だんだんね、やっぱり同じ味ばっかりって飽きるじゃないですか。一回仕込んだらね、結構日持ちがするからいいんですけれども、なんとなくですね、私も最近飽きてきてしまって、なんか言うてないかなって思った時に、そうだって味付けを、いろんなフルーツ使ってきたんですけれども、ジャムいいなと思って今回作ったのが今日のレシピなんですよね。で、今回私が選んだのは、どんなジャムでもいいんです、フルーツは問いませんが、大切なのはですね、無添加のジャム、もちろん手作りが一番いいと思うんですけども、私が選んだのはこれね、カルディさんでね、たまたま見つけて、うわーこれいいと思ったのが、なぜかっていうと、私イチジク大好きなんですよね。で、これイチジクジャムです。で、原材料名を見たらもうね、パーフェクトだったんですよね。イチジクが九州産、要は国産のイチジクを使っていて、で、甘みがですね、ビートグラニュー糖、要はてんさい糖、しかも北海道産のてんさい糖を使ってくれてるんです。で、また酸味はですね、柚子果汁、これ大分県産で、私ね、九州は大分県の別府温泉で暮らしてるんですけども、大分県産だと思って、よくここね、レモン果汁っていう場合もありますよね、ジャム作る時って。で、これは柚子を使った、もう本当にね、完全無添加のジャムだったんですね。なので、もし、お近くにこういった同じね、ジャムがなかったとしても、ポイントは無添加です。今お伝えした通り、フルーツとそれてんさい糖みたいな自然の甘みの甘味料と、レモン果汁とか柚子果汁とか、そういったのだけでできているジャムを使うとベストになります。なので今回はいつも私ね、蜂蜜使ってるんですけども、ジャムを代用して作ったところ、これめちゃくちゃ美味しくって、で、この作り方についてね、今からお伝えしていきますね。1、グラスにリンゴ酢ジャムを入れたら、一旦ですね、ちょっとお湯でよく溶かして、ペースト状にね、ジャムをちょっと練っていただきたいんですね。そうすると後で炭酸入れた時に混ぜやすいです。そして2つ目、その後に炭酸水を注いで、ここでね、うわって混ぜちゃうと炭酸がバーって爆発しますから、軽くに3回くるくるっと混ぜれば、もう簡単出来上がりになります。ではここから私が実際作っている動画ご準備してます。ご覧ください。どうぞ。
かがでしたか？もう簡単にできますから、ぜひね、お手元にある何でもいいです、無添加のジャムで作ってみてくださいね。そして最後にここから痩せる飲み方のアドバイスということで3つあります。1つ目、毎日リンゴ酢は大さじ1杯で十分です。たくさん飲まなくても大丈夫なので、まずは続けてみてください。2つ目、冷やしすぎないということで、これどういうことかというと、今お伝えした炭酸水はですね、普通皆さんキンキンに冷やして飲むと思うんですけども、あまり冷たすぎない状態で飲んでくださいねっていうこと。なぜかというと、冷たいものばっかり続けて飲んでしまうと腸が冷えてしまって、結果代謝が落ちます。そうすると太ってしまうんですよ。なのでここは注意ですよね。最後です。3から4ヶ月ぐらいはですね、毎日大さじ1杯リンゴ酢、まずは続けてくださいねっていうことです。 1,2 ヶ月ではなかなか効果がね、分かりにくい、まあ、早い方はね、いらっしゃるんですけども、やはり体質改善も含めて最低 3,4 ヶ月は続けてみてくださいね。今回の動画の内容は以上になります。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますともとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。